皆さん、こんにちは、こんばんは、はじめまして、私、アクと言います、今回はですね、このクリスマス限定ガチャを引いていきたいと思います。でちなみに、私の欲しいキャラは、1番欲しいのがしずくで、2番目に欲しいのがフラン、あと3番目以降は女の子キャラなんでもいいってな感じです。何回引くかは決めておりません。はい、まあ満足いく結果が出たらやめるし、爆死したらそこで終了ですし、まあそんな感じでやっていきたいと思います。では早速やっていきます。いきます。出ますかな。出てください、お願いします。1 2 3 4 5 5個か。まずまず結果ですね。1回目、僕は世界一美しい。冒険するよ。2、舐めちゃダメだよ。縄張りは荒らすなよ。イケメンいますか。3、お、なんか降ってきましたね。ルーシーが降ってきましたね。私が導きましょう。緊張す。5、おお、しずけ来た。マジか。おお、来た。一番落ちるのもう来ちゃった。次フランスかね。はい、いや、行きましょう。幸先いいっすね、これ。ものすごく幸先いいっす。おお、しずく。しずくと、ルーシー。おー、ルーシー。ルーシー、斧なんですね、今回。へぇ。じゃあ、次行きましょう。フランちゃん、フラン、1、フランちゃん、フランちゃん、出てください。2、3、4、5、5、また5ですね。フランちゃん、出てください。1、2、かわいい。イケメンいますか。3、注射させてくれ。これあれ来ないかな。4、容器に計らえ。お邪魔します。かわいい子いる。ああ、こうなかった。5、知りませんか。爆死ですね。私に任せろ。じゃあ次行きたいと思います。フラン来ないかな。まあフランじゃなくてもいいんですけど、とりあえずキャラ1が出てほしいです。2、3、うん、3、マジでこれ渋い、やばい。出ないかな。精一杯やります。最強に近づいた、最強に近づいた。1、よろしくお願いします。面倒見てあげる。2、あ、なめちゃダメだよ。お邪魔します。これ出ないっすね。3、マジか。かわいい。よろしく。22連爆死です。では次いきたいと思います。1、2、マジで2、これやばいな。お邪魔します。1、俺に関わると。ひどいなこれ。可愛い子いる。マジでか。よろしく。頑張っちゃうわよ。最強に近づいた。よろしく。力を貸しましょう。
うわ、出なかった。33連スルーですね。力を貸しましょう。うん、お願いします、出てください。次行きます。ガチャの確率かなり渋いです。1 2 3 4 5 6、まあまあですね。 お願いします、出てください。1、私が導きましょう。レンファーが来ましたね。冒険の始まり。さあ、え、レンファーかぶりですね。4、どこへでも冒険しよう。冒険の始まり。力を貸しましょう。冒険の始まり。5、僕の家知りませんか。6、結構は任せて。マジか。レンファに2体連続でできましたね。では次行きましょう。これ出るかな。1 2 3 4、マジか。4、これ渋い。やばいっすね。いっぱい頑張る。冒険の始まり。冒険の始まり。冒険の始まり。精一杯やります。1、よろしくお願いします。2、ルシカブリ。3、メルクリア。3、私に任せろ。4、ウェルクリオか。女キャラで欲しかったな。では次行ってみましょうか。もう 1500G 使ってますね。今回引きなかなか悪いですね。まあ星4の率は 10% ないあるかないかくらいです。では次行ってみましょう。1 2 3 4 5、まずまずですね。出ないかな。1、共に戦わせてください。2、3、どこへでもお邪魔します。お邪魔します。僕は世界一美しい。4、一人でいいっつーな。5、爆死。戦わせてください。マジか。最強に近づいた。結構スルー多いですね。次行ってみたいと思います。うわー、今回確率あんまし良くないな。1 2 3 4 5 6 7 8、多いですね。これ出なかったらこれしょんぶりですね。1、マジか。しずくかぶり。2、3、うわルーシかぶり。4、私が導きましょう。最強に近づいた。5、私に恋してはダメです。6、どこへでも応戦します。力を貸しましょう。7、研究室ありますか。俺がいれば。出ないですね。マジか、やばい。今回かぶりがひどい。もう一回やりましょう。1 2 3 4 5 5、ですね。微妙です。うわー、今回やばいな。イケメンマスター、
1。俺に関わると死ぬ。それも運命か。面倒見てあげる。2。今後ともご贔屓に。3。俺に関わると死ぬ。4。ちょっとかぶり多すぎじゃないですか。こう。マジか。かぶり多いっすね。ではもう一回行きたいと思います。ちょっとかぶりが多いっすね。出るには出てるんですけどね。1、2、3、4、4体か。出ないかなこれは。マジか。これきついな。では次行きましょう。1、2、3、4、5、6体ですね。かぶり今回ひどいし出ないな。渋いっすね。1、2、ひどいっすね。カブリが3。お前の力見せてみろ。冒険の始まり。俺の言うこと全員。4。お前の力見せてみろ。可愛い子いる。お邪魔します。5。私に恋してはダメです。ちょっと爆死率高くないですか。これも運命。もう一回行きましょう。1、2、3、4、5、6体ですね。これきついな。あ、エシリアが来ましたね。1、2、3、4、5。しずくかぶり。マジか。研究室ありますか。結構辛いもんがありますね。フラン出ないな。どうしような。まだ出てないのって。フラン。フラン。なんだっけ。ディオニス。あの人、キョンシー。キョンシーじゃねえ。名前なんだっけ。シャオフか、シャオフ、その3人が出てないってな感じですね。フランちゃん惜しかったけど、ちょっともうこれ今回はここで終わりにしたいと思います。これ以上やると多分泥沼にはまりそうな気がするので、これで、終わりにしたいと思います。今回確率的には多分 10% くらいあると思うんですけど、あの星用の確率、かぶりがかなりひどかったです。はい。合計3000ジュエル、何回分だガチャ、131連ですね。131連じゃないよ、ね、120の12、すいませんね、計算してます。12、132連ですね。132連して、
とりあえず、パーティー編成画面行ってみましょう。出たキャラは、すいませんね、ちょっともたついて、ね、しーちゃん、この5キャラですね。しずく、ルーシー、暴れるのだ、名前なんだっけ、踊るわよ、名前なんだっけこの子、忘れたごめんなさい、シリア、シリアタ、なんだっけこいつ、エメルキリオが出ましたね。今回ちょっとね確率悪かったですね。いや確率自体は良かったんですけど、かぶりがひどかったです。はい、まあまあね、こんな時もあるでしょうね、うん、仕方ない。はい、こんな感じですね。しずくなんか全く別物にやってますねいや可愛くなったんですけどね、全く別物ですよね、オリジナルのやつより。レンファか、この子名前レンファ、あれはいいね、可愛いね、あおっぱい揺れる、やったね、ちょもしかしてしずくも揺れるんじゃ、あ揺れてんや、ルーシーちゃん、えシリア、エシリア双剣なんですね。まあこんな感じでした。はい、うん、今回まあまあまあ3000個でね5体出ればいい方です。はい、一番欲しかったしずくも出ましたしね、まあフランも欲しかったんですけど、もうさすがにこれ以上はもうやる意味がないというか、泥沼にはまるという可能性しかないので、ここまでにしたいと思います。ご視聴してくださった皆様、ありがとうございました。では次回、お会いするまで、お疲れ様です。ではさようなら。